どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は外資就活 .com さんとのタイアップ動画なんですけども、外資就活 .com って外資に行きたい人が見る専門のサービスのように聞こえるんですけども、最近はですね、日系大手に行きたい人であったりとか、外資じゃないところに就職したい人にも有益な情報が載っているっていうことをお聞きしまして、で今回はですね、その外資就活 .com さん の良さを伝えるっていうところとにインタビューさせてもらいながら、面接でここを抑えないと落ちやすくなっちゃうみたいなところをちょっとお聞きできたらなと思ってます。たくさん面接を経験してきて学んだ、ここは面接において押さえておかないとやばいみたいなポイントを教えていただきたいなと思ってます。面接は絶対に準備と振り返り、これしっかりやることが大事だと思ってます、うん、面接の準備って何するんですか？そもそも何聞かれるのかっていうところが分かんなきゃいけないっていうのと、自分の言葉でしか話さなきゃいけないっていうところがあるというふうに思ってます。なんか俺が就活してた時、面接行くまで何聞かれるか分かんなかったんだけど、どうやって設問とかを知ってたんですか？それはそれなんかその外資就活さんとか、実際に選考通過した人とかがなんかこういうこと聞かれましたとか載ってるんですよね、うん、そういうのをしっかり調べて、あ、これ聞かれるんだって準備しておいた方が、うん、まあ、受かりやすいし、うん、自信とか安心が違うなっていうのは、うん、ちなみにサイトで設問を見る以外に、なんか準備することで他にあったりしますか？実際設問見るだけだと意味ないと思うので、見た上で自分だったら何言おうかなっていうところを、僕は Google のドキュメントでなんか面接の前に、じゃあこの話題は話そうとか、 OB 本までこの話したなっていうのを同じページにまとめて、なんか5分前に待機してる時にこうやってじっと見ながらスムーズにいけるようにっていうのは結構準備してます。受験勉強みたいね、なんか。あ、結構、はい、そんな感じでしたね。ちなみに、今のスプレッドシートにまとめてたやつ見せてもらってもいいですか？あ、はい、わかりました。こんな感じで、イエスこんなこと書けましたっていうのとか。すごいね。実際、就活の時空とか、なんでこの業界なのとか、うん、やっぱ実際この OB 訪問で何話したかっていうような話を、こうやって大事なところはマーカーつけたりしたりとかっていうので、実際準備して、あとここですね、1時とかで聞かれた質問こうやってバーって書いていって、うん、じゃ自分どうって答えようかなみたいなのを書き出していくっていうところをやってました。ここまで詳しく書くんだ。そうですね。すごいわ。なかなかやらないよ、ここまで。ちなみにこの設問はいろんなサイトで調べたと思うんですけど、実際に聞かれたことと一致とかしてる部分とかありました？一致してましたね。結構、はい、結構してましたね。じゃあ結構信憑性あるんですね、はい、どういうサイト見たんですか？結構特にこの外資就活さんは使ってて、うん、こんな感じで、うんうん、まあ、出てきて受けてた企業のこうやってバーって検索して、うんうんうん、よいしょ、こういうのが出てきて、うんうん、こういうのとか、行ってる大学群とかも分かるんだ。分かるんですよね。なんでシビアだな。実際こういったところでなんか選考レポートっていうのがあるんですけど、こんな感じで、うん、まあ、聞かれた内容とか、はい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 、質問とか、実際の何分でどういうことを聞かれましたかみたいなのはめっちゃ出てくるので、これなんか実際やっぱ最終選考とか、うん、受かってる人しか多分書けないんですよ、うんうんうん、だから結構なんか当たってるなっていうのはすごいリスクとしても高いし、うん、そういうのはなんか結構信憑性高いなと思って自分は結構参考にしてましたね。へー、じゃあなんか日系大手も割と載ってるんですね、外資就活って。そうですね、結構自分はもともと外資とかも受けようかなっていうふうに思ってて、うん、外資就活って早く一番なんか登録できるんで、うん、2年生の4月とかに登録して、まあ、外資とか見てたんですけど、まあ、先行日系とかも進めに絶対結構意外と載ってんだなっていうのはあって、重宝してたっていうのはありますね。では続いて、面接において押さえるポイント、準備と振り返りで、今準備聞いたんですけども、振り返りの方をちょっと聞いてもいいですか？はい。面接で一般的に振り返りって僕あんましたことないくて、どういう風に振り返りするんですか？そもそも意味はある？意味ありますよ、しゅんさん。でもなんか振り返りの仕方は結構、まあ、同じなんですけど、あ、これ一次面接で何月何日何時にどのぐらいの方と面接をして、じゃ何分間やってどんな質問を聞かれたのかっていうのをバーッと書くんですね、うん、二次面接でなんかずれてたら嫌じゃないですか、一貫性ないから、うんうん、っていうので、まあ、しっかり書いたことをメモして、自分どんなことを答えたんだろうっていうのが答えたりとか。すごいね。あとやっぱりなんか実際面接受かる人って自分の中ではなんか活躍できるっていうポイントと、まあ、志望度が高い人の掛け算で受かるなっていうのを思ってて、やっぱ一次面接はしっかりガクチカとかで活躍できますってアピールできた方がいいなってなって、じゃあ自分もなんかもっとこういう良さ伝えた方がいいかなっていうのを振り返るとか、
こういうエピソードがあって自分本当に志望してますみたいなことを言おうかなとか、何聞かれて足りないパーツはどこなんだろうとかっていうのを振り返るためにもこんな形で見守ってたんだ。やっぱりなんか面接終わって、まあ、本当にすぐ休憩したくなるんですけど、一旦でもバーって書いて忘れないうちに次もし受かったらなんかどういう準備しようかなとかっていうのはつなげたりとかっていうのはあるね。じゃあ振り返りによって一番得られるメリットは どこですか？その次の面接でどう答えるかっていうのを自分の中で目標設定できるっていうところが一番ですし、実際仮になんか面接落ちたとしても、じゃあこの答え方がダメだったんだ、じゃあ次こうしようとかっていう改善ができるのがすごいいいなと思ってて、結局面接って一生懸命話してるから、なんかどこが悪かったのって分かんないと改善しようがなくて、なんか受かんないみたいなループになっちゃうと思うので、じゃあ何が良くて何がダメだったんだろうっていうのは、まあフィードバックもらえなくても自分なりに考えてやっていくってところができると多分面接も通過できるんだなっていうのは思います。ということで今回池田くんに面接の、まあ、合格の秘訣みたいなところを伺ったんですけども、その中の要素として準備であったりとか振り返りにおいて、今回動画でも紹介させていただいた外資就活 .com さんを池田くんも活用していたということなので、下の概要欄から外資就活 .com は利用できるのでぜひ使っていただきたいなと思ってます。特に外資就活にそこまで興味ない方で、超高学歴でもないしそんなに自分に自信があるわけじゃないけど、まあ大手企業行きたいとか外資じゃなくても日系大手に行きたいみたいな思ってる学生さんはすごく相性がいいのかなと思ってます。旬ダイアリーもよく出演してくださっているトイアンナさんと旬ダイアリーの外資就活 .com さん主催のイベントがあるので、 YouTube ライブ配信もされるのでぜひよかったら参加してください。あと2月の後半に外資就活 .com で合同説明会も開催されるので、下の概要欄に詳細が貼ってあるのでよかったら興味のある方参加してください。ということでこんな感じで、また引き続き面接に受かる方法であったりエントリーシートであったり就職活動にとって有益な情報と、あとは本質を配信できたらなと思っているので、よかったら引き続きよろしくお願いします。今日は池田君ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。